なんかリアルだったんだよな、そのなんか喋り口が。でもやっぱり僕は、あの龍石って読む種崎さんが存在する世界線を見たかったし、その世界線だったからすごいいいなって、はい、良かったです。あ、どっちもあの声優あるあるなんですよっていうやつ。声優あるあるですね。あ、はい、あのちなみにあの、はい、1番目のやつ、はい、台本チェックでミスをしたことはあるんですけど、はい、台本全部で、全部チェックは嘘っていうことです。1回言ってはないと、1回間違えたら、あ、違うってなったっていうやつです。わかる、はい、なんかやっぱり1回チェックしてぐちゃぐちゃってなるっていうのは本当にあるあるなんでね、はい、はい、です。いや、いいですね、やっぱり本当を織り交ぜるっていうところがね、です、いいなって思いましたね。さあ、ということで、2回の配信にお付き合いいただいた種崎さんとはなんとここでお別れです。ここでここでいや、もうちょっとね、極上のエピソードをね、はい、あの披露していただいたところでお別れなんですけれども、2回にわたって、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました、はい。まあ、この番組は、はい、まあ、いろんなね、出演者の方にゲストに来ていただくというところでございますけれども、またね、種崎さんにね、来ていただくこともあると思うんですけれども、その時はね、はい、もうアニメを見終わった世界線の我々が興奮度を交えてお伝えしていくかも分かりません、はい、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、あの江口さん の、はい、あの進行は龍石でしたありがとうございましたありがとうございます。ということで、ゲストの種崎敦美さんでした。